まず、試合までまだもう少し時間ありますけど、今のこう体調とか仕上がりとかいかがですか？はい、もうある程度追い込みのピークが過ぎて調整入ってるんで、だいぶ調子は上がってきてます。怪我もなく今回はうまくできていると思います。結構そのシルバルの選手と早く段階で追い込み始めて早く調整入るというふうに言われてたんですけど、なんかそれやるようになってからなんか体調がいいと か調子がいいとかっていうのありますか？そうですね、追い込みも含めなんですけど、減量をもっと早めに始めることによって当日の体調はかなり良くなりましたね。まあ、追い込みも含め例えば減量と追い込みを両方1ヶ月間でやるってなると、まあ、なんか2つを両方なんか練習に集中できないというか、体重のことが気になって、そういう意味でも体重も早く落として追い込みもしっかりやって、あとの1ヶ月は確認というか調整という形でやってます。じゃ今回も結構もう2ヶ月ぐらいはこうスパン見て試合に向けて練習してきたって感じですか？そうですね、はい、早めにやってきました。今回は渡部選手の試合ですけど、まあ、渡部選手と対戦するという以外の部分で何かまずこの前回の試合の反省点を踏まえてどんなことを意識して練習してきましたか？そうですね、テーマは焦らないことですね。攻撃を当てたからってこう 焦っていかないようにとか、もらったからってそこで焦んないようにっていう、まあ、そういうテーマで
次の試合やろうかなと思ってます。それはさ、結構そう今までの過去の試合とかも踏まえて、なんかそういったこう焦りすぎるとか、そういったのはなんか自分の中で反省点というか修正しなきゃいけないっていうふうに考えてたんですか？そうですね、前回の試合も1ラウンド目で当たったことによって、なんかもうそこで倒そうとか、そういう気持ちが生まれてきちゃって、最後スタミナ切れを起こしたっていう感じなので、まあ、スタミナをつけるとともに、その焦らずに自分のペースで最後までやるっていうのが今回のテーマです。なんか実際そういったことをこう頭に置いて練習するようになって、何かこう動きが変わったとか、なんか自分の中で動きやすくなったとか、そういったものって感じますか？そうですね、スパーでも、まあ、そういうのを意識し始めてからすごく調子はいいです。大宮さんからもそういうのを続けていけっていうことで、あとはまあ試合でどう出せるかっていうのがテーマだと思いますけど、試合でしっかり出せるようにしたいと思います。昨日ちょうどその渡部選手の公開練習をご覧になって、今日後半に公開練習でしたけど、なんか、まあ、今日はそんなにこう動かずというか、あんまりこう渡部選手は結構バチバチやりましたけど、松川選手はそこまではやらなかったですけど、何か今日の練習の意図というか、あんまりなんか手の内見せたくないとか、そういったものってありましたか？まあ、そういうのもあるんですけど、これから練習なのでジムワークなので、まあ、でもそういう意味でも昨日の映像ですか、はすごい刺激になって、はい、より気合が入りましたね。まあ、改めてこう渡部選手と対戦する、戦うという部分での心境というか、今どんな気持ちで、準備されてますか？そうですね、なんか渡部選手も言ってくれてるみたいなんですけど、すごい噛み合うだろうって、僕もなんか感覚的に思ってて、そういう意味ではすごい試合が楽しみですね。お客さんも喜んでくれるんじゃないかと、そんな試合ができるんじゃないかと思ってます。昨日の公開練習でも、その渡部選手すごくそのパワーアップしたとか、攻撃力が上がってるっていうことをすごく言われてたんですけど、何かその K1 での試合見たりとかして、何かこう思ったこととか、なんか印象とかってどんなものがありますか？そうですね、やっぱパワーアップはしてると思いますね。でも外人選手にも、まあ、やられはしたけど引けを取らない戦い方、まあ、もう持ってる根性があると思うんですけど、まあ、そういう意味でも、なんていうんですかね、より、まあ、ベルト云々っていうのもあるんですけど、渡部選手に勝ちたいなっていう思いは強いですね。イメージ的にはなんかどんな試合になって、こうなんかどういう展開になりそうとか、まあ、言える範囲では構いませんけど、なんかこう考えたことってありますか？そうですね、いやでもそれは本当にやってみないと分からない部分ではあるんですけど、やっぱり最後はもう気持ちの試合になるんじゃないかなって、まあ、勝手に予想してますというか覚悟してます。塚越選手にとってはすごくこう分岐点になるような重要な試合だと思うんですけど、まあ、このキャリアでそういった試合をするっていうことについての心境とか気持ちはいかがですか？そうですね、過去にもベルトに絡むチャンスが2回ほどあったんですけど、まあ、実際そう何回もあることじゃないと思いますし、年齢的なものもありますから、今回ラスト、本当の意味でのラストだと思って覚悟決めて試合をします。何ですか、こう11月14日の試合がこう終わる前と終わった後では、何ですか、ね、自分の中人生、これからの格闘人生が大きく変わるんじゃないかとか、なんかそのぐらいのことも頭によぎったりしますか？そうですね、
結局なんていうんですかね、キックもそうですけど結局人生と一緒だと思ってるんで、まあ、ここでどう頑張れるかどう結果を残せるかっていうのがすごい重要になってると思うんで、今後の人生にもこう自信になったり、まあ、もちろんベルトを取るのが一番あれなんですけど、次の試合もそのぐらいの価値だと思って挑むつもりです。この試合楽しみにしているファンの人たちもすごくたくさんいると思うんですけど、まあ、そういう人たちには どんな試合を見せたい、もしくはこう塚本選手は自分はどんなものを見せたいと思ってますか？そうですね、僕自身はもう本当にずっとやってきていること、今やっていることをしっかり試合で出したいです。でそれを出した上で、まあ、いい戦い方、そのお客さんが喜ぶような戦い方ができれば一番ベストだと思います。というかそうします。ちなみに渡部選手はその牧原選手がこう驚くようなインパクトあるような勝ち方、まあ、KO で勝ちしたいというのを見てたんですけど、塚本選手はなんかそういうことについて意識することとか、なんか思うことってありますか？でも僕もずっと長年やってますけど、そんな1回で大きく変わるっていうことはそんなにはないと思います。コツコツ続けてきたことがいきなり出ることはあるかもしれないですけど、まあ、そういう意味ではまあ全部想定内で、あとはもう本当に自分ですね、自分のやることをしっかり出すだけっていう感じで考えてます。じゃあ最後皆さんにメッセージをお願いします。11月14日は麺を食うような、メインもいいカードですけど、それを食うような熱い試合をして必ず勝ちます。応援よろしくお願いします。